1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに懐かしい日本の歌をお送りしましょう。今日はシャボン玉をお届けします。シャボン玉をお聴きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされ、マスコミで報じられました。めぐみさんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、めぐみさんを拉致したことを認め、謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また、2004年11月には、めぐみさんの元夫から、めぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら、日本政府は、これら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく、受け入れることはできません。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について、北朝鮮側は当初1993年3月としていました。ところが、帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3
3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると、2004年11月になって、北朝鮮側は、それまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を、1994年4月の誤りだったと訂正してきました。また、めぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど、改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらに、めぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定によりめぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨は、めぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫は、めぐみさんの死の3年後に、病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、火葬した上で保管していたと言っています。しかし、あまりにも不自然です。このように、北朝鮮側の説明や提示された証拠には、めぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府は、めぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者、横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。まずは、めぐみさんのお父さん、横田茂さんです。このメッセージは、2015年2月に収録したものです。めぐみちゃん、お父さんです。めぐみちゃんは元気にしてますか？こちらはお母さんがちょっと疲れたって言ってますけど、それ以外の人はみんな元気に暮らしております。それで去年は私たちは運行さんなんかにモンゴルのウランバートルで会ったらめぐみによく似てて、それから一番下の人、またその時は1歳になってなかったんですけど、本当に元気な子供で安心しました。それでめぐみちゃんのことっていうのはやっぱり新潟の人なんかみんな忘れないようにっていうことで毎月1回銀座のライオンっていうところでバイオリンのコンサートをして、そしてまた話をしたり、それから1年に1回か2回かは新潟でちょっと大きなコンサートを開いてくれます。非常に皆さん団結力が強くて、一刻も早くめぐみが帰ってくるのを皆さん望んでいます。それと、土地の人も新潟の人はみんな親切な人も多いから、署名なんかをしてもたくさんやってくれますし、それからまた引っ越した神奈川県の方も皆さん同じように非常に町の人が関心が深くて、めぐみちゃんたちのことをみんなに知ってもらおうと思って一生懸命にいろんな集会なんかもやってくれます。ですから帰ってきたらは何の心配もありません。またこちらに来たら十分昔の前の生活ができると思いますから、早くそういった日が来るのを楽しみに待っております。やはり離れていると健康っていうのはどうしてもお互いに心配になると思いますけど、それはできるだけ気をつけてください。それでも早く会える日が来ると思いますので、去年はめぐみちゃんのことを調べて日本に通知してくれるということができなかったんですけど、今年こそこちらの方に帰ってくれるきっかけができるんじゃないかと思いますので、本当に楽しみにしておいてください。じゃあ元気で。続いて、横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんです。同じく2015年2月に収録したものです。横田早紀江です。北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？お母さんは1週間に1回夜1時の番組でラジオの放送であなたにいつも呼びかけています。何年もやってますが同じことばっかり言って、
13歳のあの時のめぐみちゃんに呼びかけてる、そんな感じで今日までやってきました。思いがけない大変なことにあって、めぐみちゃんは本当に考えたこともないようなところに見つかりました。20年も経って本当に探して泣きくたびれて、もう気が狂いそうになって、家族はみんな助け合いながらあなたを探していましたけれども、絶対に元気でいると思って本当に思い続けていたことが届いて、北朝鮮にめぐみちゃんが暮らしているというニュースが入って、それからもうお母さんたちはもう本当に大喜びをして、もう必ず早く帰ってもらうように頑張りましょう、そして家族会やもっとたくさんの人たちがそちらにいると思いますが、みんなお父さんお母さん兄弟が待って、力を合わせて全国の日本の皆さんにお話をして、いなくなった時のこと、苦しかったこと、嬉しかったこと、めぐみちゃんが見つかった喜びのこと、いろんなことがありました。そして思いがけなくめぐみちゃんの女の子、キム・ウンギョンちゃんという可愛い女の子がテレビに映って、日本のおじいちゃんおばあちゃんこちらに来てくださいって涙を流してお母さんたちの前に現れた時は、本当にもうひっくり返るほどびっくりしました。こんな悲しい大事件の中でもこんなに元気な女の子が育ってたんだっていうことで、お母さんたちは本当に嬉しく思いました。そしてめぐみちゃんによく似てるし、お母さんの小さい時にもとってもよく似てるから、もうあなたの孫に間違いないよってお友達がみんな言ってくれるほど、なんというかお母さんたちの血を受け継いでいる女の子だなっていう思いがしました。そしてそのウンギョンちゃんとご家族と、そしてかわいい、またあなたの孫にあたるチヨニという元気な太ったかわいい女の子と、モンゴルで1年前の3月にやっと会うことができました。めぐみちゃんによく似てるねって、本当にあの時にいなくなっためぐみちゃんが何って言ってお母さんの方をほって振り返った時の顔の表情とか、そういう感じがハッとするほどよく似てて、めぐみちゃんがこんな子だったなって思いながら、お母さんは楽しくその時間を過ごしました。本当にあの思いがけない対面でしたけれども、お父さんとお母さんも一生懸命にモンゴルまで飛行機で行って、ウランバートルというところであなたの家族、あなたが育てた子供、またその孫をと会うことができて本当に嬉しく思いました。なんというすごい人生だろうと私は思います。めぐみちゃんもきっとそう思ってそちらで暮らしてるんだろうな、どんな風に暮らしてるのかが見えない、わからない、だけど絶対にあなたは元気で、あの時のめぐみちゃんできっと頑張っているんだろうとお母さんたちはいつも思っています。いよいよ3月になります。3月が来ていよいよ女の子のひな祭りの時期になります。毎年あなたがいた頃からおばあちゃんの持っていたおひな様の人形の立ち雛っていうんですか、いつも出してましたね、霧の箱に入った小さなんだけど、あなた方が面白がっていつもおひな様の首をスポンって着物のところから抜いて喜んで笑って遊んでたのを思い出していますけど、そんなことを思い出して今でも覚えていますか。たくさんのお友達もみんな元気でめぐみちゃんのことを助けようと一生懸命に頑張っています。バイオリンの上手になられた吉田直也君、同じクラスだったでしょう。あの方は有名になって今あなたのためにチャリティーコンサートを本当によく頑張って弾いてくださって、もう魂を揺さぶるような素晴らしい音色でめぐみちゃんのことを思って救出するぞって思いでいつも弾いててくださいます。早くみんなが元気で帰ってきて、そしてまたお姫様の首をあなたがスボンって抜いて弟たちにほらほらって見せてた、あんなふうなことをもう一回見たいなとお母さんは思っています。まだ綺麗にそのままのお雛様であなたを待っていますよ。あなたが持っていた学用品も本もお洋服も5年生の時のも6年生のお洋服もみんなきちんと畳んで、あ
あなたの帰りを待っています。いつもあなたたちが兄弟が面白がって遊んで飛び跳ねていた、もうそうですね、結婚してからだから50年ぐらいになるかな、ソファーがまだあのままあります。2回か3回張り替えていつもそこで飛び跳ねて飛び上がってたの。きっと帰ってきたら、あの椅子がまだあるんだねお母さんって、台所のウィンザーのいつも木の椅子もいつもあなたがいなくなってポツンといつもそこに誰もいない椅子を眺めて悲しんでましたけど、必ずあの椅子にあなたが座る日が来ると思って、お母さんたちを大事にその椅子も今磨いておいてあります。大事に大事にめぐみちゃんのことをみんなが思って助けようとして頑張っていますから、とにかくあなたも強い子だから元気でその日を夢見て希望を持って帰る日を待っててくださいね。元気で過ごしてくださいね。続きまして、2015年4月26日に東京で開催された最終決戦の時、不退転の決意で全員救出を国民大集会における横田早紀江さんの訴えをお届けします。私たちは普通の庶民でしかありません。だから何にもできないです。子どもたちを返してください、助けてください。本当にこんなことが起きているなんて全く夢にも思わなかったことが、突然めぐみが家の角から消えて20年間も何にも分からずに、親は何でいなくなったんだろう、どうしたんだろう、殺されたんだろうか、海に溺れてるんだろうか、あそこに埋められてるんだろうかって、もうみんな気が狂うように探し回って、本当に絶望の中でも死んだ方がいいと思うぐらいまで行って打ちのめされて過ごしてきましたけれども、本当に多くの皆様のお助けの中で今日まで、今年79歳まで生かされております。そしてこれからも訴えていかなければならないかもしれませんけれども、先ほどもどなたかがおっしゃってましたように、本当にこのような拉致問題という大変なことが日本の国の中で本当に起きているんだということを知っていただくまでにものすごい年月が必要だったんです。署名活動してもそんな変なもの私たちは関係ありませんよ、そんなことって嘘でしょっていう方がほとんどで通り過ぎていかれて、それでももういつもたくさんの方に助けていただきながら、署名は本当に集まらなかったものが今は1000万名を総理にお渡しすることができましたし、そして今は中学校にもたくさんお呼びいただいて、今のようにたくさん の場所にですね、中学生が全部全校の生徒が座って初めてそのような問題を聞いて、真剣に自分たちの親と自分たちの子どもの問題として、こんなに大変なことを私たちは何にも知らないで平和に暮らしていて、今日も親と喧嘩をして怒鳴って出てきたけど、こんなことをしてても罰が当たることだったと涙を流して感想文をたくさんいただきます。そしてこのような本当に大変な問題が長々と伸びて伸びて伸びてちっとも動かないだけに大きな問題であること、そしてこれが解決されたとき、これは本当に日本にとっては最高の喜びの場となると思います。そして一人一人の国民の思い、あらゆる人たちの思いを覆すほど素晴らしいものに日本が変わっていくときではないかと思います。向こうで苦しんでいるであろう子どもたちをいつも私は祈りながら、写真を見ながら、めぐみちゃん今日も頑張ってね、いつも祈ってるからって、いつもめぐみの写真を見ながら、季節ごとにお雛様を飾ってあげたり、どなたからかいただいたあの子の好きなお花を飾ってあげたり、あの時のママの中学のめぐみちゃんを見ながら、どんなになった50歳になったのかなって、会った時にどんな風になってるんだろうかなって、いろんなことを思いながら毎日暮らしておりますが、もうこの辺で日本全国の大きな喜びに変換させていただきたいと思います。どうかこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。今日は横田めぐみさんのご家族からのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、
今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。